今大会の裏メイン、キック70キロ契約戦。小学校ぐらいの時に腕相撲を強かったんですよ。格闘技やれば日本チャンピオンぐらいまでいけるのかなと思って、まあ自分が一番強いだろうと思う。数々の修羅場をくぐった埼玉のキックの鬼、山口隆音。幼少時より格闘家を志し、空手の経験を経てキックボクシングプロデビュー。強心臓を持ち味に老舗団体 NKB などで腕を磨いた。爪当てもないし、グローブも小さいし、なんで楽しいんだろうっていう、間違えなきゃ負けることはないと思ったんで、はい。ベテランになった今もその恐れ知らずの性格は変わっていない。とにかく俺の試合を見ろ、見ればファイトスポーツの楽しさがわかる。今やっぱ格闘技がもう一回盛り上がってるんで、うちのまたこう若い世代も見てこう盛り上がってくれたら、はい、あとはその日のうまい酒のつまみにしてやろうかなと、はい。格闘技始めたのは20代後半ぐらいです。ちょっと仲間の影響で、はい、始めてみようかと。興味あったんで昔から。百戦錬磨の山口と相対するのは、遅れてきたルーキー飯塚剛。経験はまだ浅いものの、その勝負度胸は天下一品。今回地元でのプロデビュー戦にも気合がみなぎる。まあ、負けられないですよね。すごく光栄なことだと思ってます。この用意してもらえてありがとうございますって感謝の気持ちで、はい。プレッシャーを感じながらやった方がいいものが出せるんだな。仲間の声援というのは多分すごい力になると思うんで、確実な投資してくれると思った。一歩も引かない陵侑、この戦い相手の心を折った方が勝利に近づく。試合のデータだったらちょっと分からないんですけど、パンチで入ってくる選手って聞いてるんで、自分も今回はガンガン打ち合って倒しに行こうかと思って。何でも倒せるんで、逆に何がいいですかね。はい、左手握って左足、右足全部倒せます。一番難しいのが左足ですかね。はい、一番難しいところトライ。わかりました、はい。まあ、その前に倒せたら本日は、はい。異例の KO 予告まで飛び出した激アツのキック戦。倒すか倒されるか、今その戦いのゴングが鳴る。キック 70kg 契約3分3ラウンド、山口隆音 VS 飯塚剛。Yeah!
第1ラウンド残り時間1分。Yeah.
試合時間30秒。自分の方で盛り上がるために練習に励みたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。